どうも、どんちゃんです。今日はですね、マシュメロの公式オンラインショップメロウギャングから、荷物が届いてき、ましたので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、今回購入したのはですね、僕がいつも被っているこのマスクですね。このマスクはですね、実は公式のものではなくて、まあ、どこかの会社が出しているアンオフィシャルなものなんですけども、本日はね、公式のオンラインショップで買ったということで、オフィシャルの、マシュメロマスクになります。こちらはですね、だいたい毎年ハロウィンの時期に発売されるんですけども、毎回僕ちょっと買い逃しちゃってて、今年やっとね、購入することができましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、それでは開けていきたいと思います。結構でかい。はい、こんな感じです。なんかさすがね、オフィシャルなんで結構パッケージもちゃんとしてて、はい、いい感じです。はい、中を開けてみましょう。はい、こちらです。結構でかいですね。僕がいつもしてるやつ一人回りでかい感じです。はい、なんかやっぱね、僕がつけてるこちらのアンオフィシャルの方は発泡スチロールっぽい感じの素材でできてるんですけど、まあ、これはこれでね、結構しっかりするんですよ。でもこっちは、まあ、プラスチックでできてるので、もう超頑丈で壊れなそうな感じですね、絶対。はい、さすがオフィシャルマルなのでかなりしっかりしています。はい、でこれね、意外に金額が8900円ぐらいで買えたんですよね。で、僕のこのアンオフィシャルのやつでさえ7000円いくらとかはしたと思うので、プラス1000円ぐらいでこれだけしっかりしたものが買えるっていうのは、しかも公式でね、いいんじゃないでしょうか。これのもう一つすごいところはね、光るんですよ、実は。そうですね、まあ、ここにスイッチがあるのでちょっと入れてみますね。お、ほら、こんな感じでめっちゃ良くないですか。こんなライトアップされる仕様で8900ってめちゃめちゃ安い気がするんですけど、たまになんかアンオフィシャルで光るやつ売ってたりするんですけど、それだとね、5万とかしてた気がするので、まあオフィシャルでしっかりしてて、しかもライトアップもできて8900円お得なので、もうね、多分今年は売り切れちゃってると思いますが、またね、来年のハロウィンには、発売されると思うので、もし気になる方はね、来年また買ってみてはどうでしょうか。じゃあせっかくなんで、ちょっとこちらと付き替えてみようかな。はい、というわけでね、かぶってみました。はい、服装もね、今日は、本家のマシュメロっぽく全身白にまとめてこんな感じになっています。はい、でそうですね、つけた感じですが、そうだな、いつも僕がつけてるやつはこの目のところと口のところがメッシュみたいになっているので、結構視界も良くて、声もね、こう抜けやすい感じになってるんですけども、まあ、こちらはね、全部プラスチックでちゃんと覆われちゃってる感じなので、まあ、比較的ね、まあ、視界いつものよりは暗めで、まあ、声もね、このヘルメット内で結構回ってる感じがして、ね、ちゃんと抜けてるかどうかって感じですね。今ね、この声いつもと比べてね、どうですかね、聞こえてますかね。はい、まあ、そんな感じですが、まあ、ちょっと光らせてみましょうか。はい、こんな感じ。うん、なんかめっちゃ良くないですか。うん、なんかこれ、いや、結構すごい気に入りましたね。いい感じです。なんか本当にハロウィンの日とかに、
まあ、これ被って歩いたらちょっと面白そうな気がしますね。はい、じゃあ回ってみます。はい、そうだ、せっかくなんでね、電気をちょっと消してみましょうか。で、電気消すとこんな感じ。はい、おなんかすごいな、暗闇にボーンと浮かんでる感じですね。はい、というわけで今回は、マシュメロのね、オフィシャルのヘルメットの紹介になりましたが、どうでしょうね。まあ結構いいんじゃないですかね。なんか本当ね、これをつければもうあなたもすぐマシュメロになれると思います。はい、でもしね気に入った場合はね、今年はねちょっともう売り切ると無理だと思うので、また来年のハロウィンあたりにね、マシュメロの公式オンラインショップメロギャングをチェックしてみてはどうでしょうか。それでは今日はこの辺でバイバーイ。